ラベナ切り込んでいきます。クラー足元確認して3来ました。早速来ましたね。はい、外からのシュート非常に自信を持っています。ここでスピン、信州ターンオーバー、ラベナがそのまま行きます。3回連続でオフェンスを成功させた3円。コティ・クラークディープスリー来ましたね。これが来るんですね。大浦うまいですね。ダジンスキーへの合わせです。自ら拾って、はい、いやでも浦選手のパスが素晴らしかったですね。2人、引き寄せてクラーク、クラーク強いですね。エンドワンところでしっかりファウルもらえるようにアタックを仕掛けてしっかり得点も決めてくる。なおかつボーナスショットですからね。はい、今のがドンディ1つ3円ボールに変わっています。クラーク3があります。来ました、3本目ですよね。3本目です。まあガードにプレッシャーをかけていくようなそういうプレーをしてもいいと思います。ただ上手かったですね今ね、小田選手ね。エンドワンです。まあ、プレッシャーかかるの分かっていてここでしっかりと前に出るんですよね。はい、しっかりと山本選手の前に入ってシュートを打つことで後ろいいリレーしましたね。さあ守った3人がペースを上げる。メイテン強いですね。エンドワン止まらなかったですね。これフィジカルも勝ってますし、はい、まあ、やはりこのサイのインジャーリーリストから抹消された今日の発表がありました。大浦颯太決めました。いいですね。3円にターンオーバー、体をこう反転させながらカットしましたね。ただこちらもターンオーバー、スティールがありました。ジャスティン・マッツブロックした。ダジンスキーです。ミスせずに点が取りたいところですね。ボールを失った。3円がつないだ。メイテンからダジンスキー、ボースタンド。タイムアウト。この後ですよね、やっぱ走ってきますよね。3対1のシチュエーションを作ってますし、はい、やっぱりこういうところのやっぱり総力、切り替えの大浦、大浦、フローター決まった。うまかったですね。